ネバーセイネバーアゲイン。ネバーセイネバーアゲイン。ネバーセイネバーアゲインは、007シリーズ第4作目、007サンダーボール作戦を、アービン・カーシュナー監督がリメイクしたアメリカのスパイ役4映画。1983年公開。初代ジェームズ・ボンドを演じたショーン・コネリーが、久々に、ボンド役に復帰し話題となった作品である。主な撮影地は、バハマ。 フランス、スペイン、イギリスなど。本作の題名、ネバーセイネバーゲイン、次はないなんて言わないでは、ミシェリーン、コネリー、コネリーの妻が、もうボンドを演じないなんて言わないで、ネバーセイネバーゲインと言ったことから取られたものである。ただし、ボンド役の再演は一度きりと思って出演した、コネリーは、劇中ラストで、再び任務についてほしいという依頼に、二度とごめんだ。 バーアゲインと答え、華麗にウィンクを決めることでうまくまとめている。原作は、イアン・フレミング、ケビン・マクローリー、ジャック・ウィンティンガムの共同執筆による映画化用脚本、ジェームズ・ボンド、ザ・シークレット・サービスだったが、フレミングが二人に無許可で、この脚本をもとにサンダーボール作戦として小説化した。これに起こったマクローリーは、訴訟を起こしたが、裁判は、 フレミング側が、スペクター、ブロフェルドの出版物の続編権、マクローリー側が、同様の映画家権を分け合い小説の共同著者として、クレジットすることで1963年に和解に至った。このため、シリーズは、ゴールドフィンガーからスペクターを登場させられなくなった。映画家権を取得したマクローリーは、ワーナー製作、リチャード・バートン主演の007映画の製作を発表するが、 プロデューサーのブロッコリーがマクローリーと交渉し、サンダーボール作戦の制作として、マクローリーの名をクレジットさせる代わりに、以後10年間はマクローリーによる007映画の制作はしないことで交渉は成立した。そして、10年後にマクローリーは、コネリーに話を持ちかけ、さらにハリー・パーマーシリーズの作者で、フレミングと並ぶスパイ小説の巨匠、レンデートンと共同で、 サンダーボール作戦のメイク版、ウォーヘッドの脚本を執筆、映画化に乗り出したが、イオンプロ側と訴訟となり、オリジナルとストーリーが大きく異なることで敗訴した。この時点ではコネリーは、制作、総監督、脚本を担当し、監督に、リチャード・アッテンボロー、ブロフェルド役に、オーソン・ウェルズ、M 役に、トレバー・ハワード、ボンド役は、若手俳優を起用する予定だった。 すでに制作の前権はコネリーが握っていた。80年代に入り、オリジナルと異ならないように脚本を書き直し、ボンド役としてコネリーは、長年の友人で、シリーズから降板表明をしたロジャー・ムーアに、白羽の矢を立てるが、シリーズに公認が見つからなかったことと、MGM から破格の出演料を提示されたことにより、ムーアはシリーズへの復帰を決意、オクトパシーへの出演を選択する。 ここにいたり、コネリーは前述のミシェリーンの言葉を受け、ボンド役帰り咲きを決意、ジャック・シュワルツマンと共に、ネバー・セイ・ネバー・アゲインを制作した。本作は、厳密に言えば、サンダー・ボール作戦のリメイクではなく、映画用オリジナル脚本、ジェームズ・ボンド、ザ・シークレット・サービス改訂版の映画化である。小説、サンダー・ボール作戦も同脚本の小説家であるため、本作と小説は、 同脚本の子供で、映画、サンダーボール作戦は、同脚本から見たら、孫という存在になる。本作が、小説、サンダーボール作戦を原作とした場合、小説、サンダーボール作戦に基づくというクレジットが必要になるが、当該クレジットは存在しない。本作は主演はもちろん、制作総式、総監督、脚本、共演者や、スタッフの人選。 最終編集権等、すべての部門において、コネリーの人脈と意志を反映した、コネリーのコネリーによるコネリーのためのプライベート作品の側面も持ち、大手のバックアップを持たない、一俳優のインディペンデント作品として考えれば、21世紀に入った現在においても、比較できる作品が少ない、とてつもない規模の作品である。なお、制作したタリアフィルムとは、 シュワルツマンの妻で女優のタリア・シャイアに由来する。また、タリア・シャイアは本作のアソシエイトコンサルタントとしてエンドロールにクレジットされている。シュワルツマンがコッポラファミリーの一員であることから彼がこの企画に参画した時点で儀系のフランシス・フォード・コッポラがメガホーンを握るのではと話題になったこともある。当初は女王陛下の007の監督で初期シリーズの編集や 第2版の監督もしていた、ピーター・ハントが演出をする予定であったが、イオンプロとの絡みで実現せず、スター・ウォーズエピソード後、帝国の逆襲の監督、アービン・カーシュナーに落ち着いた。この他にも、旧知のボンド映画を卒業したスタッフに声をかけるが、イオンプロとの関係を気にしたため、本作に関わる者は、ほとんどいなかった。唯一の例外は、サンダーボール作戦の水中撮影監督、 リコー・ブラウニングだった。一連のオファーのキャンセルを、コネリーは、イオンプロの妨害工作によるものと考えており、TV 番組に出演した際、司会者に、ボンドのヴィラン役にふさわしい人物はと聞かれ、カビーブロッコリーだと躊躇なく答え、聴衆の爆笑を誘った。旧来のイオンプロ制作の007映画ではない、ために、タイトルに007が入らないことをはじめ、 お馴染みのオープニングの頑張れるシークエンスや、ジェームズ・ボンドのテーマは、劇中一切れない。音楽は、ミッシェル・ルグランが担当している。本作が公開された1983年には、イオンプロの007シリーズとして、ロジャー・ムーア主演、オクトパシーも公開され、世界興行成績は、オクトパシーが第2位で、本作は第4位だったが、日本の007映画が上位を占める、 結果となった日本ではオクトパシーが1983年度の外国映画配給収入で第4位、本作は1984年度の外国映画配給収入で第6位。公開当時はサウンドトラックがリリースされておらず、映画音楽番組では映画からの録音が直接使用された。1995年にイギリスでは シルバースクリーンレコードからサントラがリリースされていい。また、日本限定でサウンドトラックがセブンシーズ、キングレコードより LP とカセットで発売されていた。後年 LP をそのまま収録された CD がキングレコードより発売されたが短期間で廃盤になり、オークション等で高値がついている。なお、同アルバムに収録されているエンディングテーマは劇中と同じバージョンであり。 1995年にイギリスで CD 発売されたものと異なっている。また、ラニホールの主題歌とソフィデラの歌う挿入歌、愛のシャンソンはシングルカットされた。ボンドの秘密兵器としては、ボンドカーは登場せず、その代わりに、ヤマハのオンロードタイプのオートバイ、XJ650 ターボに特殊装備を備えた、ボンドバイクが登場する。 また特殊装備としては、ロケット万年筆、水中スクーター、XT-78 ロケット、アメリカ海軍開発が登場した。仇役のラルゴは、サンダーボール作戦と異なり、かなり変質強的なキャラクターとなっている。ラルゴとボンドがカジノで対決するのは、カードゲームではなく、負けると、ジョイスティックに高圧電流が流れるという命がけの核。 戦争ゲームで、スペイン、日本、USA を取り合って争うという趣向となっているが、ルールはあまり明確にされていない。クレジットこそされていないが、本作の実質的な最終決定権は1975年の企画発足当初からコネリーにあり、マクローリーは主導権を握ってはいないし、プロデューサーであるシュワルツマンも1980年代に登用された、 法的な調整役に過ぎない。これに納得できなかったのかマクローリーはこの後も、ウォーヘッド改め、アトミック・ウォーフェアや、ウォーヘッド 2000AD、スペクトルシリーズ等と銘打った作品の制作を発表し、ボンド役に4代目の最有力候補だった5代目、就任前のアース・ブロスマンや、4代目を卒業したティモシー・ダルトンを主演に据えると息を巻いたが、結局、実現しなかった。 一方のコネリーも2000年頃のインタビューでたびたび、今の自分が演じられるボンドに興味があると語り、ボンド役への帰り咲きに意欲を持っていて、後に TV ゲームで実現した。日本公開時のテレビスポットは、和歌山現像の一人称ナレーションで、シリーズ最新作と歌っていた。DVD 版には日本語吹き替え版は収録されていないが、BD 版には、 フジテレビ放送吹き替え版とワウワウで放送された吹き替え新読版が収録されている。ケビン・マクローリーに力を貸し、本作の制作に携わったワーナーのジョン・キャリーは、その後ワーナーを辞め、MGM 参加となったユナイテッド・アーティスツの社長に就任。1995年、イオンプロの007シリーズのシンボイドにピアース・ブロスナンを抜擢し、ゴールデン・アイを大成功させる。 人気に陰りを見せていた1990年代の007シリーズはこれで息を吹き返した。この経緯で、とりわけ、ネバーセネバー・アゲインとゴールデン・アイには演出やプロット、キャラクターや小道具の設定などに共通点が多い。さらにキャリーは、その後、1996年にソニーピクチャーズに引き抜かれ、マクローリーと共にカジノロワイヤル、 サンダーボール作戦の映画家権とスペクター及び、ブロフェルドのキャラクター権を行使した新たなボンドシリーズの立ち上げを試みたが、当然のごとく、MGM と訴訟になった。この裁判は、ソニーと MGM が当時、それぞれ独自にバラバラに映画家権が売却されていた、スパイダーマンの権利回収作業から MGM が手を引き、また、 MGM が回収したスパイダーマンの権利とソニーが保有するカジノロワイヤルの権利を交換しシリーズの制作を中止することで和解した。マクローリーは一人がやの外ではしごを外された格好となる。MGM はブロスナン主演のカジノロワイヤルを映画化する前にソニーに買収され結果的にスパイダーマンと0ナなの二大シリーズはソニーの手中に収まる。キャリーは ソニーピクチャーズ社長に就任、ダニエル・クレーグ主演でシリーズをリブートし、カジノ・ロワイヤルを大ヒットさせる。マクローリーは、同作公開4日後の2006年11月20日に、悲願を成就させることなく、要去る。その後、マクローリーの遺族とイオンプロは和解し、シリーズは2015年に、スペクターを復活させる。マクローリーが、 本作のために契約を結んだジャック・シュワルツマンは、プロデューサーであると同時に、工業界の弁護士としての経歴を持っていたため、法律上の問題を巧みにクリアできた。シュワルツマンは、今まで他のボンド映画が作られていなかったとしても、本作には、何の変わりもないと、本作が、イオンプロの007シリーズの影響をマック受けない、独立したオリジナル作品であることを強調する、コメントを残している。 しかし実際には、本作は無条件で制作を許されたわけではなく、イオンプロとの水面下での折衝があり、アルバート・ブロッコリーとイオンプロは、ネバー・アンセイ・ネバー・ゲインの興行収入18%を得る契約になっていたことが、コネリー自身の発言で明らかにされている。この合意の結果、当初のシュワルツマンの主張と完成後の映画には、明らかな違いが生じた。エドワード・フォックス演じる M が、 前人の M について、触れたり、ボンドがしばらく現役を退いていたことが示されるなど、イオンプロ版、ショーン・コネリー主演作の続編的ニュアンスが、ほのめされている。また、原作にはないブロフェルドの愛病の登場、Q の秘密兵器工房と Q のキャラクター、役名及び俳優は、別人と、イオンプロ版で創作されたアイディアを拝借している。狭い路地や階段、運河を生かした。 バイクチェイスももともとはムーンレイカーのベニスのシークエンスで撮影される予定だったアイデアの没ネタである。公開に合わせて来日したコネリーは記者会見の席で本作の出来を質問され100点満点中60点だと発言した。会見に同席した戸田夏子が通訳した模様も含め2次のワイドショー等で放送れた。同じ記者会見の席で コネリーはその点数の理由として、スタッフがボンド映画の制作に不慣れであったことを挙げている。オリジナルのサンダーボール作戦や、同年公開のオクトパシーが高評価だったこともあり、世評も低かった。しかし、現在ではコネリーがボンドを演じた最後の作品として、ファンに記憶されている。また、一度引退したボンドが、現役復帰する、ボンドとサメが格闘するなど、 イオンプロのシリーズにはない試みも見られる。キャスト面では、ボンドの名優フェリックスライター役に、作品で、初めて黒人のバーニー・ケイシーが起用されたほか、魔の抜けた英国大使館員役で、後に、ミスター・ビーンなどのコメディ作品で有名になる、ローアン・アトキンソンが出演している。アトキンソンは、後年007シリーズのパロディ作、ジョニー・イングリッシュで主演を務めている。 本作は1997年に MGM が管理することで合意に達したため、現在そのビデオグラムは007カジノロワイヤルと共に4プロのシリーズと同じレーベルでリリースされている。世界は冷戦真っただ中、ジェームズ・ボンドの007復帰トレーニングから映画は幕を上げる。マティーニとフォアグラ。 キャビアで平らになった体を鍛え直すことを進着した M に命令された007たまたま本部から圧戦されたロンドン郊外の治療施設でボンドはスペクターの女殺しやファティマそしてアメリカ空軍に所属するジャックの秘密特訓を目撃するそしてその数日後ジャックは米空軍より各弾頭搭載巡航ミサイルを2機盗むことに成功するこの事件を追うボンドは 地中海へ向かい、世界的な大富豪のラルゴンをマークする。世界の海を豪華クルーザー、空飛ぶ、円番号、クルーザー全長87メートル、アドなんか将棋所有で移動しながら、事前活動を行うビジネスマンだが、裏の顔は秘密結社、スペクターのナンバー1、スペクターナンバー2イコール狩猟は白猫を抱く、ブロフェルドであった。そして彼のそばには、ジャックの妹であるドミノがいた。 演出、サコンジョーヨー、翻訳、ぬかたやえこ、効果、ポー、調整、栗林秀俊、担当、ヨ、ミヤマサト、タダマサオ、制作、グロービジョン、電通演出、カスガ精神、翻訳、ぬかたやえこ、選曲、河合正効果、南部光春、大橋勝治、調整、中村治、担当、大橋義輝、て制作、ザックプロモーション演出、 つぼいただし、翻訳、石原千朝、調整、戸か守まる、制作、グロービジョン、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。